お金、恋、人間関係、全部引き寄せる方法は同じです。腸活してる時に善玉菌、日和見菌、悪玉菌が2対7対1というバランスで成り立っていると知って、この世じゃんって思ったよ。道理で悪を消そうとしてもうまくはいかないんだな。悪に侵略された時は善を増やしたり、ニュートラルを意識することで自然とバランスが取れるんだなと思った。仮に悪をすべて滅ぼした時、この世のバランスは崩れるんだって思ったら、交わることはないけど存在しててくれてありがとう、おかげで私は幸せでいられてるよって思えるようになった。腸内細菌のバランスがまるでこの世でちょっと怖い。小さいことへの感謝って大切だと言いますが、腸内細菌にも感謝するのいいですね。自分の健康を守ってくれてるわけだし。感謝しまくってたらお金もやってくるでしょうか。お金の引き寄せができるようになりたいんです。上手にお金を引き寄せられる人、何をしたらそんなに引き寄せられるんでしょうか。お金、恋、人間関係など全部方法同じですね。原理は同じことを引き寄せるので、いい気分でいることです。方法としては、毎日小さい引き寄せられることの幸福感を味わってみてください。幸せが来るとか臨時収入が入るとかのヒーリングミュージックの YouTube を聞きながら、自分は幸せだなとリラックスするのもいい。書くなら気分が乗る時でいいと思います。基本は自分はどうしたいかなので、やりたい方法でいい気分を維持するという感じです。感情が感情を呼ぶので、そこを丁寧にやることです。嫌なことを考えてしまう時は掃除したり、自分の興味のある他のことをやって、ネガティブなことを考える余裕をなくす、気をそらすという訓練をやると変わりますよ。諦めず続けることです。お金の引き寄せを成功させたいなら、そのお金で何をやりたいかを考えるといい。安心感が欲しいなら、安心して生きていけるようになると思う。考え方はそれぞれだけど、お金があってもただの数字や紙や金属だから。その向こうにあるお金があったら欲しいものややりたいことを引き寄せる方が簡単だと思う。すごく腑に落ちました。お金がある時もない時も、このお金という数値にうまく付き合えません。私にとってはただの数字でしかなく、目標もないので、その数字におろおろ反応しているだけみたいです。他人の数字にも反応してしまいます。流れ星に願いを言うと叶うという話がありますが、結局は突然現れた流れ星に、その一瞬の間にすぐに自分の願望を口にできるかどうか、潜在意識にそれほど刷り込まれているかどうかが問題だと。そのお金を使って何がしたいかってしっかり考えて、この一瞬でもすぐに声に出せるように文にしておきたいです。お金が欲しいのは安心が欲しいということだと思うなら、お金お金お金でも良さそうですけどね。いろいろ願いはあるけど、とにかくあれこれ試していけば自分に合った方法に出会える時が来る。お金も引き寄せられるだろう。ただ絶対に諦めないこと、できるようになるまで続けるんだ。引き寄せを始めてから叶うゾーンに来れるまで10年かかったんだけど、なぜだか必要な時間だったなと感じる。不思議なんだけど、もっと早くこう慣れてたらとは思わないんだ。何してもうまくいかない10年が今武器にも盾にもなってるから。うまくいかなかったからこそ、うまくいかなくて辛い人の気持ちがわかると思う。無駄なものなんてないって思った。基本的に引き寄せはあると思うんだけど、時々やっぱり引き寄せなんて嘘だって思う時もある。でも昨日久しぶりに実験してみた。定番の黄色い車を引き寄せようっていう簡単なやつ。スーパーまでの5分の道のりに黄色い車を探したけど全然見つからないし、スーパーの駐車場にも止まってない。帰りの道も黄緑色の車や薄いイエローゴールドみたいな車には遭遇するのに、黄色い車には出会わなかった。ああほらね、やっぱり引き寄せなんてないよねなんて思いつつ、自宅マンションの駐車場を通って裏口から入ろうとした時、
いつもはそんな場所に止まってない黄色い車が止まってた。引き寄せなのか偶然なのか、次回の実験が楽しみだ。私も初めは信じたいと思っても、途中で嘘じゃないけど自分には無理なのではって思ったことあった。でもやっぱり引き寄せはありますよ。前にお金の引き寄せしてたら姑から500万円もらったと書いたことがあるのですが、初めは姑のことが苦手だったんです。それが思考を変えたら本当の親みたいに思えるようになりました。何か困ったらお願いすることもできるようになりました。自分の心に素直に従ったわけです。不思議なんですが、友人、仕事の関係でお会いする方々からも嫁姑問題のトラブルを聞いたことがほぼなく、むしろ良好なお宅が多いです。自分の願いを明確にして素直に願って悪いことは考えず気楽に過ごす、こんな風にずっと続けていくと変わると思います。自分の頭の中は誰にも邪魔されないのだから、ずうずうしく何でもオーダーしてもいいですよね。引き寄せが上手な友達が教えてくれたのですが、結婚相手ばかりの条件を挙げるのではなく、その家族のこともどんな家族がいいのかちゃんと思い描くといいそうですよ。これから結婚考えている方は、お相手の家族のことも願いに入れることをお勧めします。自分の場合は引き寄せを疑ってたわけじゃないけど、不安が多くて全体的に暗いイメージになって、それがまた不安だった。みんな引き寄せしてる人はきっとこんなんじゃないよな、だから自分はダメなのかって思ってた。今は自己観察を主にしてて、やはり不安やネガティブが出てくるとそこに飲み込まれていた自分に気づきました。見たこともない不安な妄想を延々としてしまっていた。自己観察をしていると、なりたくない方に意識がいってる、そっちじゃなかったって自分の理想、なりたい自分に戻す癖をつけられる。アファメーションは叶えるためではなく、本当の自分に戻るためだとどこかで見て、自己観察してたらその意味が分かってきました。最近は好きな人と付き合えたり、欲しい車を手に入れたりといいことが続いていたんですが、願望が叶ってくるとなぜかまた不安が出たりしました。そんな不安な時にコンフィデンスマン JP の映画を見て、これも引き寄せなんだなと思った言葉がありました。私たちは何にだってなれる、信じたものが真実、この言葉すごいなって思いました。この映画を見てからはこの言葉をアファメーションとして活用してます。焦らず自分を信じようって不安が消えていき、今はゆっくり自己観察と慈愛ができています。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。